えー、人が動かないのは、えー、自分がその方の人生に責任を持ってないから動きません、えー、全力でその方の人生にコミットするその方の人生に責任を持つっていうことが相手に伝われば人はいくらでも動くというところが一応結論ですなのでそもそも在宅でどういう雇い方をしているか分かんないですがやっぱり在宅で都合のいい雇い方をしているうちはまあまあそのぐらいの動きしかしないよねっていうのが一つ ですねえー、物理面のお話をするとただ、えー、社長として圧倒的な魅力をね、えー、手に入れることができればそれの限りではないですが、えー、その領域に行くことはほとんどないと思ってもらった方がいいのでまずはそんなところはさっさとクリアした上で、えー、やる方がおすすめはします。現実的にです、ね、やっぱり 雇用関係は必要だと僕は考えていますので、えー、まあその辺は。と、えー、いうのは無理を押し通すものではないというかねこの世は全て道理があってですね道理に基づいて原理原則に基づいてやっていかないといけませんのでやっぱりシンプルな話なんですが 私の人生にそこまで責任を負って関わってくれるんだったら、私ももっともっと真剣にこの方に対して関わろうと思うのが、まあ普通の人間ですよね。えー、ちょっとこういう形態はわかんないんですけど、まあまあ都合のいい雇い方で雇っておいて、その上でまあ、あ私のこともっと、私にもっとコミットしてくださいと言われても、まあそれは道理が通ってないよねっていう、ところでしょうか。ただこれの断りから大きく大きく外れることが一つあって、それが何かっていうと、 自分もそのビジョンに相乗りさせていただきたいと思うほどの壮大なビジョンがもしあればそこに人は惹かれます。人は、えー、と目,の目先のですね金銭とかにはまあもちろんそれは生きていくために必要なんですがあそうではなくビジョンビジョンを共有することによって、えー、目先の収益目先の利益っていうのを全て手放した上でそのビジョンに対して自分の命を使いたいっていうふうに思うようなこと。 というのもありますのでもし物理的に言うとしっかりと雇用という体制を整えるということがおすすめですがそうではなくもっともっとそういった関わり方でやっていきたいというのではビジョンを明確にしていくことみんながそれに乗っかりたいと思うようなビジョンを用意することが一つの方法かなとは思います。